クレイジーのブチャムクレ大発見は、1969年に公開された、クレイジーキャッツ主演作品。作戦シリーズ第12作。東西電気の花川戸大五郎は、コンピューターの売り込みに忙しい毎日。得意先の接待で高級クラブ、アン、ブレラに通い詰める。アン、ブレラ人気ナンバーワンホステス、ヨシコの未就金を回収するため、 東西電機へ掛け合いに出かけたフロアマネージャーの上村博士は花川戸の付けが振り込まれるようにプログラマーの谷井明を説得しコンピューターを操作させるしかし手違いで東西電機の利益すべてがヨ子の口座へ入金されてしまい肝心のヨ子は行方不明慌てた三人はコンピューター操作に嫌気がさして警察を辞めた犬丸刑事と 犯行の手口がコンピューターにすべて読まれてしまうため泥棒をやめた八重桜の留吉の二人が経営するサンセット秘密探偵者に調査を依頼する。しかし、やっと探し当てた吉子は何者かに殺害されていた。会社に気づかれないうちになんとか銀行の金を引き出したい三人は脳手術の件に石綿医師の協力を得て吉子に 人工頭脳を移植し、蘇らせることに成功した。吉子を伴って銀行へと赴き、口座の金を全額引き出して一安心かと思いきや、三人は、公金横領の疑いで、逮捕されてしまう。疑いが晴れ、釈放された三人を迎えに来たのは吉子だった。三人は吉子にレッスンを受けさせ、タレントとして、売り出しにかかる。クライマックスの場面として使われた。 熱海高楽園ホテル。ありがとうございます。